筋トレの効果を高めるためにストレッチはとても有効ですが、今回は次の悩みがある方におすすめの内容となります。筋トレとストレッチはどっちを先にやるべきなんだろう。そもそもストレッチして筋トレの効果が上がる理由は。効果が上がるならおすすめのストレッチやタイミングを知りたい。この動画を見ることでストレッチが筋トレの効果を上げる理由や筋トレの前後どちらに行うべきかを理解することができます。結論、ストレッチは筋トレ前中後全てでやってほしいので順番を気にする必要はないでしょう。ただ時間が取れなくてどっちかを選びたいというのであれば筋トレ後をおすすめします。筋トレ後に凝り固まったまま放置するとどんどん硬くなり、日常動作から筋トレなど体を動かす行為自体がしづらくなってしまうためです。ではなぜストレッチをどの過程でも行う必要があるのかについては、次章のストレッチが効果的な理由をご覧いただくと理解が深まるかと思います。1. 筋肉や関節を意識しやすくなるから。例えば上腕二頭筋を触ったりストレッチをすると筋トレをするときに効かせやすくなります。これは触ってほぐしたり伸ばしたりすることで筋肉の固有感覚が上がりコントロールしやすくなるためです。この効果を考えると筋トレ前にはストレッチはもちろんウォーミングアップを行うことで効果的なトレーニングができることが間違いありません。 2. 怪我を防止できる。ストレッチをすると硬くなった関節を動かしやすくなるため怪我の予防につながります。またストレッチを筋トレ前に行うと筋トレ中の怪我も未然に防ぐことができますし、筋トレ後は追い込んで凝り固まった筋肉をケアすることもできます。日常から怪我のしづらい体を維持するために筋トレ前から後まで頻度よく行う必要があるでしょう。 3. パフォーマンスが向上する。筋トレの前にストレッチをすると可動域が広がりパフォーマンスアップが期待できます。どの運動にも共通して言えることですが、筋力を発揮することの前に関節や筋肉そのものを適切に動かせられることが大前提です。というのもストレッチやウォームアップなどで関節や体全体の可動性や安定性の確保ができていないと本来持っている出力を発揮することは不可能です。ちなみに筋トレ前にストレッチを行うと力が落ちるなどとも言われていますが、この答えに関してはノーです。以前こちらに関する動画はアップしているので概要欄からチェックしてみてください。このようにストレッチは筋トレ前中後、また普段から頻度よく行うことでトレーニングの効果が最大限発揮されやすくなります。ぜひ皆さんも筋トレ効果を上げるためにストレッチを取り入れていきましょう。東京フィットネスはフィットネス、スポーツ、ヘルスケア、食事などをテーマにフィットネスを続ける方へ情報とモチベーションコンテンツが集まるメディアです。ぜひご覧ください。